子どもたちの感性や社会性を育てるという意味ではある意味こちらも教室なのかもしれませんよ。熊谷選手がやってきたのは長町一丁目のフラワー通りにある駄菓子屋鳩屋。失礼します。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。うちの看板犬のロックですよ。ロック、じゃあロックに会いに来る子もいるかもしれないですね。そう、この辺ほらマンション屋なんかで、はい、あんまり大きい犬って買えないでしょ、うん、あ、そうです。100円の中の10円はロックのお菓子代って言ってね、来る子も多いんですよ。お勉強になりますよね。まあ上層教育っていうかね、うん、そういう勉強にもなるし、そうそうそう、駄菓子を買って数学、はい、算数の勉強もできる。そう、算数やってますよ。だから今、うん、さらに型抜きっていうのがあるんですけど、はい、これはまあ勉強で言えば集中力っていうんでしょうか、はい、やってみますか。やっていいですか。ちょっと集中力消えてるんで、初心者としてこっちのコマの簡単な方、はい、集中力のある子はね、1枚をね10分ぐらいかけて一生懸命やります。すごい怖いですね。でもこれなんか失敗しそう、うん、あ、行っちゃいましたね。あー、行っちゃいましたね。頭取れちゃったよ。ダメだこれ才能なし。